はい、おはようございます。 SB駅です。2024年1月の18日、はい、水曜日ですね。今日はこちら今金町立、種川スキー場、いやいや今ネタバレしちゃったじゃないか、種川小学校の、はい、小学校ですね、小学校の、はい、裏山にある、そのままもうあの種川、裏山スキー場に来ました。うん、でね、先ほどあのスキー場じゃなくて、小学校の方にお話を伺ったら、今日からかな、うん、あの今日営業します、来ていただけるのですかという感じだったんで、はい、滑りますって言って、はい、滑ります。うん、というわけで、あのいつから営業開始かとか全然分かんなかったんですけど、はい、こちら営業します。はい、種川スキー場でございます。はい、行くまでのアクセス路もこんな感じです。一応ね、何本か滑った跡があるんで、あ、だから今日オープンじゃなくて、月曜日とかもオープンしたかもしれませんね。まあ雪はね、こんな感じなんで、まあまあまあ、ズブ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 って感じですね。うん。あ、違う。そうだ、あのね、小学校のそもそも学校の授業で使うから、はい。ね、ね、そもそもだね。うん、だから、滑走跡が当然っていう話ですね。ナイター照明あんだよね、もちろん。本日今これ撮影してるのは、16時半、もうね、日没しちゃってるかな、あのもう日が落ちちゃって、でこれからあの夜の帳が降りてって、はい、帳ね、呪術改正の乗りね、で夜の19時から営業開始、こちら営業開始のことです。はい、そこにスキー場とかってねついてますけど、もうほとんどね小屋みたいな状態ですね。はい、もうとりあえずね、そこにトイレあるけどね、完全にオワコンだからね。まあ普通は小学校のトイレを使うでしょうね。はい、建物にだって誰も行った跡はないもんね。よし、でこちらがゲレンデになります。うん、はい、でロープ2、1本、奥ももしかしたらある2本体制、まさか。まあでも奥の方はなんかブッシュがあるっぽいような雰囲気あるんで、まあ一本だと思った方がいいでしょう。下の方はなんかそれ遊びでもできそうな雰囲気ですけどね。で滑走跡あるけど、やっぱちょっとズブズブってなった感じあるから、もしかしたら前日とかに滑ったのかもしれないけどって感じかな。あ、で今日今時点では、でも今日はロープ2使われてないですね。あ、使われてないか、いや、そっから乗るのか、あ、わかんねえな。もう適当な乗り。はい、こちらロープ2です。まあ多分夜のね営業時間にはここまで近寄って見ることできないと思うんで、まあ、こんな感じです。っていうか面白いな、あれロープ2これどうなってんの、え、これロープ2マジでどうなってんの。ほら、あのロープ2ってよくさ、あのほらでっかい円盤があってカタ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 って回るタイプじゃん。これ違うね、違うタイプだね。なるほど、そんな感じらしいです。うん、でまあゲレンデはまあこんな感じでね、こんな感じですね。とりあえずまあね、滑走としてはもう夜また来るしかないんで、夜に行きます。よし、じゃあちょっとね、あと2時間以上暇なんで暇してきます。はい、じゃあまた夜のパート行きましょう、レッツゴー。よし、はい、真っ暗で見えないかもしれないけど夜になりました。ただいま19時前ですね。まあ学校のね方からはね、19時前にはもう営業してるよってことだったんで、ここですね、あ、受付がありますね。じゃあ受付をしていきましょう。はい、受付が必要ないです。はい、そんな感じで受付済ませてきました。よし、いやー、GoPro ね、真っ暗で見えてないね。はい、というわけで、夜の部でーす。よし、お、ちょっとね、下も踏み慣らされて歩きやすくなってます。そして、はい、あんな感じですね。上の方にロープ2らしき残骸あったけど、やっぱね、営業はせなさそうです。そして、リストはもう運行開始します。ちなみに、リストは無料です。はい、前の方は板を履いて歩いてるみたいですね。
ちょっと微妙だな。板を張る、板で歩くのと、このつぼ足で歩くのどっちが楽かというと、私はね、つぼ足で歩けるブーツを履いているため、その方が楽だと思うんですけど、もしかしたらね、板によってはね、ブーツによってね、履いた方がね、楽かもしれませんね。うん、ちょっと疲れてるけど、全然このぐらいだったら余裕のゆっちゃんです。はい、という感じで着きました。よし、真っ暗全然見えないけど、まあなんとかなるでしょう。よし、いや、この辺からもう板履いていいかな。よし、OK、 じゃあ滑っていきましょう。レッツゴー。おはようございます。おはようございます。こんにちは。ひより、引き張って。よし、はい、どうも。よし、行ってくるか。うん、こっちです。こっちか、でかいです。はい、ちょっと滑るんですよね。うん、で、そうですね。はい、OK です。いや、面白いね、このタイプね。うん、でもね、今学びを得た。これでもうね、次からね、パーフェクトな感じでこれ引っ掛けれると思います。こっちからこうね。なるほど、 OKOK、把握しましたって。うん、お疲れ様です。うん、デラ掛けしてくれてますね。いや、本当ね、皆さん優しいですね。はい、もう使ってないでしょ。難しい。そうだそうだ。こうけた時こんな感じで、今みたいなのをまとめ仕掛けて登ってきたい。はい、じゃあだいぶズブズブ雪みたいなんで、まあ無難に滑っていきましょう。こういう雪に体重あるとね、すごく不利なんでね、沈むんでね、曲がれないかもしれないからね。あ、それ曲がんね。めちゃくちゃこれはね、上級者でもね、クロスですよね。なかなか難しい雪でした。じゃあもう一回行ってこう。はい、じゃあ2本目行きましょう。よし、
ズズ部屋です。ブー、はい、じゃあもう一回上がってくる。よし、じゃあラス1、軽く滑っていきます。じゃんじゃん。はい、という感じで滑ってきました。種が過ぎてですね、めちゃくちゃズブズブ行きね、あの自然体の行きね。でそれ以上にやばいのがね、あのリフトよ。あのいや文献上はっていうか情報としてはそうなんですよ。あのこうね、あのワイヤーのこの滑車2つのやつをこう挟んで引っ掛けて乗るタイプのリフトがあの存在してたと。うん、こんなところで出会うとは。私日本中スキー場400カ所以上巡ってて、このリフト初めて出会いましたね。はい、そんな感じでまたね、新たなねレアなねものをね見てしまいました。こんな感じでね、あの今日のゲレレポ終わろうと。いやこれ本当日中営業の時ちゃんと俺これのね、これのね乗り方をねお見せしたいですね。はい、そんな感じで今日の動画終わります。こんな感じで北海道や日本全国のスキー場を紹介してます。この動画が面白いと思った参考になったらグッドボタン、チャンネル登録その他もろもろよろしくお願いします。コメントやメンバーシップの登録その他もろもろ応援もねお待ちします。それではまた次の動画で、じゃあね、バイバーイ。